真ん中。エコーサイド。ちょっといない人の名前出すのは申し訳ないんですけど、とても対照的な2人だったので、モンサイドとして、ここに、皆さんが何ですか、シーソー、シーソーって言いますか、天秤ですかね、天秤ですか、シーソーで、なんか公園にありますよ、あら、遊園地にある、シーソー、シーソー天秤、まあこういう、まあできればまっすぐの方がバランスが取れてていいかなと思います。なので皆さんがちょうどバランスの取れた真ん中にいると、私もフモンさんも降りてこなくてもいいかもしれない。あ、まあフモンさんは分かりません、まあ私の場合ですけれど、ところがこの人たちがちょっとフモンさん側に偏っちゃうと、このシーソーのバランスがちょっとこうなります。あ、まあここまではいかないにしても、そうするとここにエコーが飛び出してこなくてはいけないことになると、この人たちがこう、でフモンさんがこっちに行き過ぎて重くなるので、私はなるべくこっち側に引っ張りたいので、私はもう極力端っこに行く。で、まあ、フモンさんの力はこの辺だったとしても、この人たちがこっち側に、行っちゃうと、私はなるべくこっちに来て踏ん張らないとバランスが取れない。逆にエコーさんみたいにストイックでさ、みんなが時々名前が出ますけど、愚笑さん、愚笑さん真面目でね、真面目でいいんですけどね、ちょっとね、愚笑さん的なのはこんな感じ。みんながこっち側に来て来ると、まあわかんない、この辺でも来ちゃうと、もうこのバランスが保てなくなってしまうので、エコーさんはなるべくこの辺に行く。でみんながもっとこっちに来ちゃうと、エコーさんはもうちょっとこの辺にいないとダメ。もしかしたら将来的にはエコーさんはこんなルーズなところに行くかもしれない。そしてもうフモンさんはいないですからね、私もたまにはこっち側に行かないといけないかもしれない、という、あのバランスの、あ、ちょっとすいません、分かりにくいかもしれないですけど、もん、あのこと、バランスを保つことが大事かなと思っています。ただこのこんな小さな接点ではなかなかいつまでも、あの安定した状態はありません。まあそれが私たち人間であり、安泰寺という、サンガだと思いますので、その今どんな状態かなっていうのをいつも察知して、じゃあ私はどの場所でどのようなアプローチをしていったらいいかということを、まあ、実践していくことが、まあ、先輩修行の一つかなと最近思っております、です。先輩修行ですけど、私が感じたのは、二層堂にいた時は、あの先輩の修行、まあ、先輩は修行なさっていたと思うんですけど、私は先輩になったら先輩修行できないんじゃないかなと、あまりにも先輩は立て祀られているので、なんとなく私あぐらをかいちゃいそうだったので、まあいそいそと安泰寺に帰ってきましたけど、安泰寺という場所はこの先輩修行には、はい、あのとても
いい場所だと感じています。というのが10の、話ですね。理屈でもって人に勝ってはいけない。しかし、正しいことを言っていても相手に気を使っていそいそと負けて引き下がるのもダメだと。ただ無意に過ごすのがいいと道元禅師は言われました。が私はそれでは足りないと思いましたので、このようなバランスでもってちゃんと相手に伝えていくっていうことが禅修行では大事ではないかという話でした。では11に参ります。